生き物好きの皆さんこんにちは。嫌いな方はこんばんは。今回は、アリ地獄を紹介するよ。アリ地獄は、ウスバカゲロウの幼虫の通称で、成虫は全く違う姿をしてるよ。トンボでいうところのヤゴみたいなものだね。普段は砂の中にいるので、姿を見ることはないけど、芋みたいなボディと、大きな大顎がかっこよくて可愛いね。後ろ向きにしか進めないよ。アリ地獄という名前や、似たような存在は、ゲームなどで見たことある人も、多いんじゃないかな？軒下などの雨が降らない、サラサラの砂地に、すり鉢状のくぼみを作って、落ちてきた小動物を、捕らえて食べるよ。見たことない人も多いと思うけど、こういうすり鉢状のアリ地獄の巣を、見たことがある人もいるんじゃないかな？この中心部を優しく掘ると、簡単に捕まえられるよ。すり鉢に落ちた生き物は、そのままだと簡単に逃げてしまうので、砂を浴びせて滑り落としてから、大顎で捕らえて毒性の、消化液を注入するよ。怖い。ちなみに、皆さんは、アリ地獄を見たことがありますか？ウプ主の周りには普通に巣を見かけるのに、見たことがないという人が多くて驚いたよ。というわけで、米稼ぎアンケート。結果は次回の米返しで、お知らせします。前回のコフキゾウムシの結果は、この動画の最後で発表します。そういえば今回、この動画を作るにあたって、ニコニコ大百科の、アリ地獄の記事を読んだんだけど、愛に溢れる文章で面白かったよ。興味ある人は見てみてね。いつも、動画にダジャレを入れるんだけど、今回はどうしても、思いつかなかったよ。私にはまだ早かったかな。誰か思いついたら教えてね。ご視聴ありがとうございました。はい、動画をご視聴いただきありがとうございました。ウプ主のもちこです。ここからは前回のコフキゾウムシの動画のコメント返しとアンケートの結果発表していきます。実験的にゆっくりボイスではなくて自分で話してみようということでやってみてるんですが、いかがでしょうか。我ながらキモい声だと思うので、ブラウザバック推奨です。さて早速ですがコメント返しからといってもコメントほとんどないんですけどね。とはいえ、なんと前回の動画には30もコメント用をいただくことができました。やったぜ。ということで、まずはウポツですというコメント、これだけでとっても嬉しいです。ありがとうございます。本当普段の動画にねコメントつかないので、こういうのをすごい励みになってます。今後もよろしくお願いします。はい、次、かわいい、かわいいね、意外とかわいい顔してるなっていうコメントが入りました。ですよね、かわいいですよね、コフキゾウムシ。何より、なんだろう、小さくて爽やかな色合いもすごく可愛いんですけど、何よりも動きがたまらなく可愛いんですよね。動画でも紹介したんですけど、人が近づくと葉っぱの裏にピコピコと隠れるんですよ。で、裏を覗き込むと今度は表にピコピコってまた移動するんですよね。で、こうやって裏、表、裏、表って繰り返してるとコロンって落ちていったりとかして、それがね、また可愛い。なんかちゃんと見えてるんだなっていうことに当たり前ながら驚きますね。そのための複眼。はい、次。やだよーというコメントがありました。これは、コフキゾウムシと寄贈をかけたダジャレに対してですね。コフキゾウムシをプレゼントされるのは嫌だっていうことなんですけど、やっぱり昆虫は自分で見つけて自分で捕まえるのがいいですよね。そういう意味での嫌だなーっていうことで、まあわかります。はい、次、粉付近っていうコメントがありました。粉付近。これは、コフキゾウムシが粉を吹いているっていう説明に対してだと思うんですけど、語呂が良くてね、粉付近。なんか可愛い響きがすごく気に入りました。銅金ブイブイっていう昆虫がいるんですけど、このブイブイとかいうね、昆虫がいるくらいですから、粉付近いてもいいんじゃないのかなと思います。はい、次。飼育楽そうっていうコメントありました。
これは軽く調べてみたんですけど、飼育方法は見つかりませんでした。ただクズの葉さえあれば大丈夫だと思うので、楽そうなイメージは確かにありますよね。はい、次。鳥糞に擬態してるのか。これはアンケートで聞いたオジロアシナガゾウムシっていう白と黒のパンダみたいな模様のゾウムシについてですね。これはその鳥の糞に擬態してるっていうので合ってるんだと思います。ウィキペディアにもなんかね、そんなようなこと書いてありました。僕は赤星インコを飼ってるんですけど、チュンタっていう名前で動画もいくつか上げてるので、よかったら見ていただければと思うんですけど、インコってすごく好奇心旺盛で、何でもこうつついてくるっていうか、ちょっかい出しに来るんですよね。で、糞をその辺でするんですけど、その糞を指につけて、チュンタの前に持っていくと、すごいなんか困惑した仕草をして、普通だったらすぐね、つついてくるんですけど、糞をつけた時だけ、すごくなんかね、困惑して、じーっと見て、で、その後無視するか、逃げていくんですよね。つつこうとはしないんです。なので、鳥に対しては、鳥の糞の擬態ってかなり効果があるんじゃないのかなって、個人的には思っています。はい、こんなもんですね。じゃあ次はアンケートの結果を見ていきたいと思います。とにかくね、コメントが欲しくて、アンケートにすれば誰か答えてくれるんじゃないのかと思ってやってみたんですけど、12名の方が答えてくれました。で、結果はこんな感じになりました。多分今表示されていると思います。どうでしょうか。で、ね、結果としては、まあ、コフキゾウムシか、オジロアシナガゾウムシ、どっちをよく見かけますかっていう質問だったんですけど、まあ、どっちも見たことない人が全員でしたね。で、このアンケートの項目自体良くなかったと思うので、全然当てにならない、意味のないアンケートにはなってしまったんですけど、ただ、それでもね、数字、アンケートに答える数字と一緒にコメントを付け加えてくれた方がたくさんいて、特に3番、一番票の多かったその他っていう項目に対して、どっちも見たことない。なんか濃い灰色のやつ、ゾウムシを見たことがない、オオゾウムシかクリシギゾウムシどちらでもないっていう風にねコメントがありました。オオゾウムシなんかは子供の頃よく見かけたので、結構大きいゾウムシですし、日本じゃ一番大きいのかな。クワガタとかカブトムシとかのね虫かごに入れて一緒に飼っていました。ロボットみたいな動きをしてて、なんかねロボットみたいな動きをするんですよ。であとは特に一回捕まると足についてる爪みたいのがすごいしっかりしてて、なかなか外せなかった記憶があります。取ろうとすると足が細いから昆虫って、なんかね、ちぎれそうで怖くて、なので自分でこう動き出すまで待って、服から取った、それに苦労した記憶がありますね。あと、クリシギゾウムシを見たことあるっていうコメントがあったんですけど、僕も何度か見たことあるんですけど、かなり珍しい印象を持ってます。まあ、探せばね、いるんでしょうけど、すごい長い口、口吻っていうのかな、ゾウムシの由来になってる鼻みたいな部分、細長い部分がめちゃくちゃ長くて、でその長い鼻をどんぐりに突き刺して、でそこを軸にしてコンパスみたいに自分自身がねくるくるくるって周りを回って、ドリルみたいにどんぐりに穴を開けて、でその中に産卵するらしいんですけど、穴を開けて、そうですね、産卵するらしいんですけど、まあその姿一度見てみたいなって思います。あとは濃い灰色のやつっていうのは何かわかんないんですけど、今はインターネットで検索すれば大体何でもわかってしまうので、記憶を頼りに調べてみてはどうでしょうかと思います。昆虫図鑑よりもはるかにたくさんの情報が出てくるので、ちょっと探すのはコツがいると思うんですけど、見つけた時ね、すごいテンション上がります。で、3名の方が 15% ですね、興味なしっていうことだったんですけど、あとはね、虫に興味ないから見てないってコメントしてくださった方もいたんですけど、興味はなくてもいいので、ぜひこういう生き物がいるんだっていう風にね、認識してもらえたら嬉しいです。この動画を始めた理由の一つでもあるんですけど、知ってると意外にいろんな生き物が見えてくるんですよね。外歩いてて珍しい生き物とか、そのかっこいいカブトムシクワガタムシとかもいいですけど、あとはまあ、たとえ虫が嫌いだったとしても、なんか名前を知ってると割と街でたまたま見つけた時、嬉しいもんですよ。なんかね、テンション上がりますし、それをきっかけにしてなんかね、だんだん興味が出てきて好きになっていったら、
最高だなって個人的には思います。そんなもんかな。というわけで、アンケートで米稼ぎしたおかげで密かに憧れだったこの米返しというものをすることができました。いかがだったでしょうか。どうにも文章力がなくてですね、最初ゆっくりボイスで作ってたんですけど、全然こうまとめきれずに自分で喋ってみることにしました。不快じゃなければ続けていきたいので、そのあたりのご感想をいただけると嬉しいです。ただ今録音のモニター見てると9分19秒とかなってて、動画本編よりはるかに長いっていうね、ちょっとその辺のペース配分のこととかも考えなきゃいけないなとは思うんですけど、そのあたりも含めてご感想いただけると嬉しいです。それでは本編に続いて、長時間になってしまいましたけど、ここまでご視聴いただいた方本当にありがとうございました。次がいつになるのかわかんないんですけど、また次回があればぜひぜひ次回もねよろしくお願いします。というわけでご視聴いただきましてありがとうございました。バイバイ。